前回の高梨小嫁と同様、パステルを削って朝食します。高梨小嫁のスカート制作動画を、まだ見ていない方は、先に閲覧することをお勧めします。リンクは概要欄に。今回は、パーツが大きめなので、スカートだけで、おゆまるくんを6袋使いました。並行作業するなら、10袋を用意した方がいいかも。72時間かけて硬化させました。フリルの作成です。パーツの型取りするには、原型が柔らかいので、ザクピンの油粘土を使って型取りしました。このように、パーツを粘土に押し付けて、1周分とちょっとの距離を作成。この後、2倍程度に薄めた変成集団灯を流し込んで硬化させます。完全硬化時間は24から48時間程度です。腰回りの作成。原型のジョイント部分以外を組み付けてその後、おゆまる組んで前後から型取りしました。変成集団と線、芯内の割合で希釈して水色のパステル粉を少しだけ混ぜてあります。狭い部分に気泡が残るかもしれないので、机の上などにトントンして気泡を抜きます。1ミリくらいの厚みがあれば大丈夫だと思います。9になる型にも同様に変成集団灯を塗っていきます。この後、48時間ほど硬化させます。3D プリンターで、このような部品を作りました。10×10mm、厚み 3mm、真ん中に 3mm の穴を開けてあります。穴がめっちゃ開いていますが、真ん中だけで大丈夫です。プラ板でも作れます。48時間後、少し部分のシリコンが固まったので、空割りします。ゆっくり慎重に。バリを取って、修正塗料で肌色部分の塗装とワンポイントを青で塗装しました。ラッカーやエナメル塗料だと曲げたり伸ばしたりした時に割れて剥がれます。スカートの部分塗装。ちょうどいい具合に、シャーペンの直径と高さがあったので、机の上でぐるぐる一周、印を入れました。幅は 1.5 ミリです。
を使っていますが、ものすごい剥がれやすいので、セロテープの方がいいかもしれません。適当なランナーを手順に切って、原型と同じ寸法のものを作ります。ボール部分は、フレガやメガネデバイスの余剰パーツを使っています。股関節は 5.3 ミリ、腰部分は5ミリです。左側が、外径 5.3 ミリ、内径3ミリ、右側が、外径5ミリ、内径2ミリです。股関節は、元パーツを使うか、外径 5.3 ミリのものが使えますが、腰の接続ボールは、加工が必要です。ポリペップなので加工が大変ですが、自分は、外径5ミリのボールの穴を3ミリに拡張しました。ボールが奥に入り込まないように、糸を巻いて、瞬間接着剤で固定してあります。スカートの内側のダボ穴は、邪魔なので切り落としました。フリルを剪定シーラントで貼り付けていきます。最初は何箇所か点付けをして、位置が決まれば、剪定シーラントでぐるり固定します。硬化後に内側を白色の修正塗料で塗装。すべてのパーツが用意できたので、組み立てていきます。ついでに、前回作り直しとなった高梨小嫁のスカートを作成、腰パーツも新規作成しました。